皆さん、スーパー GT 楽しんでますか？本日は2024オートバックススーパー GT ラウンド6スゴー GT 300キロレーススーパー GT オフィシャルステージにようこそお越しくださいました。それでは早速最初のチームをお呼びいたしましょう。ガーナンバー8、ガーナンバー16、ARTA の皆さん、2分間の PR です。よろしくお願いいたします。2024 ARTA ギャルズです。私たちが応援するのは GT500 クラス、カーナンバー8 ARTA 無限シビックタイプ RGT、 ドライバーは野尻智樹選手と松下信春選手です。同じく GT500 クラス、カーナンバー16 ARTA 無限シビックタイプ RGT、 ドライバーは大津博樹選手と佐藤蓮選手です。今シーズンも鈴木アグリ総監督、土屋圭一エグゼクティブアドバイザーのもと参戦します。太陽のような絶対的な爆発力を放出する昼の8号車と、月のような無限のパワーを秘めた孤高の夜の16号車にぜひご注目ください。チームスポンサーを務めるオートバックスは、車販売やカー用品を扱う日本一のカー用品店です。車のことならオートバックスをスローガンに、皆様のカーライフを支えています。オートバックスは1974年11月に1号店をオープンしてから、今年で誕生50周年を迎えます。皆様へ日頃の感謝を込めて、さまざまな特別企画を実施中です。キャンペーンのご詳細はオートバックス50周年特設サイトをご確認ください。ステージ向かって左側の ARTA ブースでは、10月より全国のオートバックス店舗で販売を開始するARTA カー用品の新作を先行販売しております。30秒前。ハンドルカバーやシートカバーなど、本日からご使用いただけるクールでタフな新商品をぜひお手に取ってご覧ください。それでは皆さん、私たちと一緒に8号車16号車 ARTA の応援をよろしくお願いします。10秒前。ありがとうございました。続いてカーナンバー24、カーナンバー56、近藤レーシングの皆さん、2分間の PR です。よろしくお願いします。あゆみんこと原由美です。私たちが応援するのは GT500 クラス、カーナンバー24リアライズコーポレーションアドバン Z です。ドライバーは松田杉雄選手と名取哲平選手です。チームをサポートする株式会社リアライズコーポレーションは、車両を買うのではなく、必要な時だけ車両を借りるという新しい仕組みの R リースとトラックファンドを通じて、運送会社を支援し、日本の底力を支えています。皆さんこんにちは。2024リアライズガールズのいーちゃんこと夏川泉です。さっきこと菅原咲です。私たちは GT300 クラス、カーナンバー56リアライズ日産メカニックチャレンジ GTR を応援しています。ドライバーは佐々木大輝選手、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ選手です。チームをサポートしてくださいます株式会社リアライズコーポレーションは、レース活動を通じて自動車業界に共通する課題の解消を目指し、日産自動車大学校との共同プロジェクトを通じて人材育成にも力を入れています。今シーズンも優勝を目指し、チーム一丸となって戦います。皆さん、私たちと一緒に近藤レーシングの応援をよろしくお願いします。前、
とうございました。続いてカーナンバー14 DGR チームエネオスルーキーの皆さんです。よろしくお願いします。エネオスガールズの夏美はるかです。うららです。ジュアンドエッティウィズアイシンの瀬野入江です。マックミンジュンです。14号車のドライバーは大島和也選手と新たに福住二連選手が加わり注目のコンビです。今年もワンチームでチャンピオンを目指します。車両はエネオス X プライム GR スープラ。車両名のエネオス X プライムは乗り心地の頂点をご体感いただけます。ぜひお近くのエネオスサービスステーションでお試しください。愛信はモータースポーツを応援する自動車部品メーカーです。トランスミッションやブレーキなど多くの部品を生産開発しています。皆さんの車やカー用品のお店で愛信を探してみてください。それでは皆さんご一緒にワンチームワンツースリージャンボ。ありがとうございました。続いてカーナンバー60 LM コルサの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。60号車 LM コルサを応援しています。 TWS プリンセスの菊池優です。飛龍萌子です。LM コルサは大阪トヨペットグループを母体とした社員のチームでレースで培った技術をお客様のお車に先進整備で還元していきます。メインスポンサーであるペトロナスは1974年に設立以来マレーシア政府と密接な関係性を保ちながら地球規模で事業展開しているマレーシアの国営石油企業です。そのペトロナスで新タイムオニを使用した60号車新キャム LM コルサ GR スープラ GT で参戦します。飯田明監督のもとドライバーは吉本博樹選手、河野俊介選手が務めます。私たちと一緒に60号車 LM クロサの応援をよろしくお願いします。10秒前。ありがとうございました。続いてカーナンバー61 R&D スポーツの皆さんです。よろしくお願いします。2024スバル BRZ GT ギャルズブリーズです。楠木彩です。青山美咲です。坂田里奈です。一ノ瀬の子です。私たちが応援しているのは GT300 クラス61号車スバル BRZ R&D スポーツです。ドライバーは井口拓人選手、山内秀樹選手の最強コンビです。ベースとなるスバル BRZ は低重心&コンパクトが特徴の水平対向エンジンと FR レイアウトを組み合わせた誰もが楽しめる究極の FR ピュアスポーツカーです。こちらのイベント広場スバルブースでは SNS 投稿した方にこちらのフラッグをプレゼントしております。また STI グッズ販売や車両展示も行っておりますのでぜひお越しください。本日の決勝はフロントローからのスタートです。本日も61号車スバル BRZ へのご声援よろしくお願いします。それでは皆さんご一緒にやっぱりスバルがナンバーワン。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてカーナンバー100スタンレーチーム国光の皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。私たちはカーナンバー100スタンレーシビックタイプ RGT スタンレーチーム国光を応援しています。チームドライバーは山本直樹選手、牧野忠介選手です。スタンレー電機株式会社は自動車機器、電子機器の製造販売を行っております。1920年に創業され2020年には100周年を迎えました。スタンレー電機の主要製品であるヘッドランプは皆さんが乗られている車にも多く採用されています。その他にも私たちの暮らす街やオフィス、医療現場などさまざまなシーンで最高品質の製品を展開しています。
チーム一丸となりチャンピオン獲得を目指します。100号車スターレイチームクリニックの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続いてカーナンバー17アステモリアルレーシングの皆さんです。よろしくお願いします。米澤アナです。アステマがメインスポンサーを務めるアステマリアルレーシングは今シーズンから過去1選手と新たにコンビを組む太田選手を迎え17号車シビックライブ RGT でスーパー GT500 に参戦します。アステマは自動運転や先進運転支援システムと先進車身システムで安全性や快適性を向上させ世界をリードする先進的なモビリティソリューションの提供を通じて持続可能なモビリティライフを提供していきます。またモータースポーツへのスポンサー活動を通じてアステマブランドのさらなる浸透を図るとともに国内外の人々に喜びと感動を共有しつつ人々の豊かな暮らしの実現に貢献していきます。悲願のシリーズチャンピオン獲得に向けてアステマがサポートするアステモリアルレーシングへ皆さんからの熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続いてカーナンバー64モリューロ中島レーシングの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。64号車モリューロ中島レーシングを応援するモリューロスマイルの池永由里です。同じくモリューロスマイルの中見由紀です。ケンウッドレディの津田智美です。モデュールはホンダアクセスが開発するホンダの純正アクセサリーブランドです。ホンダ車を知り尽くしたエンジニアが乗り味に徹底的にこだわり開発した商品ばかりです。あちらのホンダブースでは近日発売の NBOX ジョイを全国に先駆けて展示しております。ぜひご覧ください。ケンウッドはモータースポーツにゆかりの深いカーナビゲーション、ドライブレコーダー、無線機だけではなく音楽を楽しむためのオーディオや災害時やアウトドアで活躍するポータブル電源を通して豊かなライフスタイルをご提案しています。今日の決勝はホンダ勢トップの6番グリッドからのスタートです。皆さん今日の決勝も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続いてカーナンバー52埼玉グリーンブレイブの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。埼玉グリーンブレイブサポーターズの井原澄沙です。有澄也です。私たちが応援する埼玉グリーンブレイブはカーナンバー52番車種はジュアルスープラ GT です。ドライバーは吉田博樹選手、野中聖太選手です。埼玉グリーンブレイブはパドックで一番のファンサービスを目指し多くの人に車の楽しさを知ってもらいたいと思いからレース活動を行っています。また日頃から埼玉トヨペット各店舗で働くメカニックがレースに参加しドライバーとともにメカニックが行うピット作業にもご注目ください。そして今シーズンも埼玉県のマスコットコバトンと埼玉市とそして新たに坂戸市のマスコットサカロンと一緒にレースを戦いチーム埼玉の一員としてレースと埼玉県を盛り上げていきたいと思います。今回はリタイアとなってしまいましたが残り3戦ありますので引き続き私たちの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続いてカーナンバー6チームルマンの皆さんです。よろしくお願いします。30秒前
続いてカーナンバー9パシフィックレーシングチームの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。おはよう。私たちは2024パシフィックフェアリーズです。笠野千佐です。桜田アノンです。私たちはカーナンバー9パシフィックレーシングチームを応援しています。マシンは AMG GT3、 ドライバーは坂口良平選手、富林雄介選手、藤原優太選手です。今シーズンも昨年に引き続き次世代バーチャル e スポーツプロジェクター V スポーツのタイアップを行っております。 V スポーツメンバーが描かれたマシンのカラーリングにもぜひ注目してください。さらにイベント広場カーズブースにて V スポーツのコラボグッズを販売中です。皆様ぜひとも覗いてみてください。はい、それでは皆さん私たちと一緒にカーナンバー9パシフィックレーシングチームにたくさんの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続いてカーナンバー88 JLOC の皆さんです。よろしくお願いします。おはようございます。せーの、私たち2024パシフィック JLOC エンデスです。きょんこと立花きょうです。ももちゃんこととがももです。私たち、チーム JLOC はランボルギーニを愛するオーナーズクラブで参戦しているチームです。ドライバーは小暮隆選手と元島優也選手がタッグを組んでスタリングを握ります。シーズンも後半戦に突入しました。現在ランキング3からの追い上げに期待しています。昨年度から進化を重ねたウラカン GT3 EVO2 の活躍もご期待ください。それでは私たち JLOC エンジェルスと一緒にカーナンバー88チーム JLOC の応援をよろしくお願いします。雨の中ありがとうございます。ありがとうございました。続いてカーナンバー87 JLOC の皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。私たちは2024 JLOC アンバサダーの上運転美里と青井なるみと根岸しおりです。私たちが応援するのは GT300 クラスに参戦する87号車メタライブ S ランボルギーニ GT3 です。メインスポンサーを務めるメタライブは日本のコンテンツを世界に発信するデジタルメディアです。今年の夏渋谷にオープンした複合型エンターテインメント施設渋谷スクランブルレースの運営協力を行う渋谷レコード株式会社とのタイアップで JLOC のメインスポンサーを務めます。ドライバーは松浦康介選手、坂口夏選手です。今日も寒い中皆さんありがとうございます。決勝は13番手からスタートしますので87号車の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続いてカーナンバー7 BMWM チームスタディ CRS の皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。スタディフォルテナのカホリンこと朝比奈カホです。チョッティこと才川智子です。 BMW M パフォーマンスアンバサダーの荒木美代です。私たちが応援するのは GT300 クラスカーナンバー7 BMW M チームスタディです。ステアリングを握るのはおなじみ世界のアラこと荒瀬誠二選手、そして昨年 GT ワールドチャレンジヨーロッパでチャンピオンを獲得したニクラ・クルステン選手のコンビです。また第3ドライバーにはブルーノ・スペングラー選手が控えています。本日も残念ながら雨となってしまいましたが、
本日の決勝グリッドは4番手からのスタートになります。皆さん表彰台目指して頑張りますので、私たちと一緒に BMWM チームスタディの応援をよろしくお願いします。10秒前。ありがとうございました。続いてガーナンバー36 TGR チーム AU トムス、ガーナンバー37 TGR チームデロイトトムス、2分間の PR です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。チームトムスは今シーズンも GT500 クラス2大体制で参戦します。 2024AU サーキットクイーンの大川佳子です。私たちはカーナンバー36 TGR チーム AU トムスを応援しています。サンタロー CM でもおなじみの AU はワクワクを提案する企業として、スマホから衛星通信まで皆さんの毎日がもっと便利で楽しくなるようなサービスや体験を提供しています。 2024AU サーキットクイーンの辻香ダーネラです。36号車のドライバーは坪井翔選手と山下健太選手です。現在チームランキング、ドライバーランキングともにトップの両選手の素晴らしい走りにぜひご期待ください。はい、ゼントスイーティーズ2024坂井ゆりあです。株式会社ゼントは更新図36号車37号車も応援します。それでは皆さんに愛を、ゼントスイーティーズ。カーナンバー37 TGR チームデロイドトムス、ゼントスイーティーズ2024寺地みのりです。メインスポンサーのデロイトトーナツファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、日本のビジネスを強く、世界をコーポレートスローガンに、国内外のネットワークを通じ多くの日本企業をサポートしています。トムスアテンダーのアムネマシロと申します。皆さんの応援をよろしくお願いします。2024松木はキューティーの林レムです。松本清はグループ店舗数1800店を超える大手ドラッグスターチェーンです。37号車のドライバーは笹原右京選手とジュリアのアレジ選手です。両選手の素晴らしい走りにもぜひ ご注目ください。チーム一丸となって頑張りますので、皆さんも私たちと一緒にチームトムスへの応援をよろしくお願いします。10秒前。ありがとうございました。続いてカーナンバー18チームアップガレージの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。2024チームアップガレージハニーズのチェニャンこと前田瀬奈です。なーちゃこと安田奈々です。はい、アビルンことアビルアンナです。はい、そしてアップちゃんことアップちゃんです。私たちは GT300 クラスに NSXGT318 号車で参戦しているチームアップガレージを応援しています。ドライバーは小林隆選手、小出俊選手、そして新たに加わった三井祐介選手です。メインスポンサーである株式会社アップガレージは、カー用品、バイク用品の買取販売専門店アップガレージを全国に250店舗以上展開しています。シリーズチャンピオン獲得を目指す18号車チームアップガレージの応援をよろしくお願いいたします。カー用品、バイク用品、売るのも買うのもアップガレージ。ありがとうございました。続いてガーナンバー25ホッピーチーム土屋の皆さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。ニコガールズ2024シングルサキと、2024スノコイメージガールリタンこと橘リリです。私たちが応援しているのはホッピーシャツ GR スープラ GT、 カーナンバーは栄光の25番、監督は土屋武史監督、ドライバーは松井孝光選手、菅波東吾選手、佐藤公也選手です。そんなホッピーチーム土屋のテーマは、次世代の若手を育て歴史をつなぐこと。
技術とスプリットの継承です。同じ夢を共有し共に成長し合おうという仲間たちが集まって楽しく車を走らせています。はい、昨日に引き続きちょっと天候の悪い中ですが、無事にレースが始まって完走できることを私たち25号車全力でパフォーマンスしたいと思ってますので、今シーズンも私たちと一緒に25号車の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続いてカーナンバー38 TGR チームキーパーセルモの皆さんです。よろしくお願いします。の佐々木みのりです。みのり。同じく友のゆみです。私たちは38号車 TGR チームキーパーセルモを応援しています。ドライバーは石浦博明選手と大湯俊樹選手です。1年ぶりにキーパーフルカラー復活、 EX キーパーが施工され圧倒的艶も取った38号車は本日の決勝ポールポジションからスタートです。応援よろしくお願いします。せーの、キーパー。ゼントスイティーズ2024リーダーの松田蘭です。ありがとう。同じく七瀬奈々です。奈々ちゃん、ありがとうございます。今シーズンカラーリングが変わりますが、引き続き38号車を応援します。2チーム体制となりますが、たくさんの応援をよろしくお願いします。それでは皆さんに愛を。ゼントスイティーズ。ありがとうございました。続いてガーナンバー30 APR の皆さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私たちは GT300 クラスカーナンバー30号車 APR ビクトリアのアリーこと赤木有沙です。同じく APR ビクトリアのレンレンこと東条レンです。車両は APR GR86GT、 ドライバーは永井博明選手、小林陸人選手です。スポンサーのトヨタカローラ三重とネッツトヨタノベル三重は和と真心をモットーに三重県を中心に38店舗展開しているトヨタグループ正規ディーラーです。チーム1が優勝目指して頑張ります。それでは皆さん、30号車 APR レーシングと私たち APR ビクトリアの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続いてガーナンバー31 APR の皆さんです。よろしくお願いします。昨年に引き続き APR ビクトリアの開会こと村上楓です。同じく APR ビクトリアのまいまいこと石崎舞です。31号車を応援してくださいますトヨタ通商株式会社は、トヨタグループの総合商社として国内および海外約120カ国に及ぶグローバルネットワークと、全社に及ぶグループ会社を通じて世界中のお客様とビジネスを展開しています。ピザライトワン、31号車をサポートしてくださいますトヨタ通商は、豊かな社会づくりに貢献する企業を目指してまいります。車両は LC500HDT、 ドライバーは小高勝人選手、中村仁選手です。それでは31号車と APR ビクトリアの応援よろしくお願いします。10秒前。ありがとうございました。続いてカーナンバー360東名スポーツの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。スーパー GT300 クラスカーナンバー360ランナップリボー GTR を応援するランナップライジングエンジェルズのゆうぼうこと葉月ゆかです。大田久美です。綾瀬優です。青見春です。
365車ドライバーは田中敦史選手、青木孝之選手、大滝拓也選手、荒川凛選手です。マシンは日産 GTR、ニスモ GT3、 メンテナンスは東名スポーツ様です。メインスポンサーのリボージャパン様は日本初上陸のスイス製高級腕時計です。高品質かつ洗練されたデザインは様々なシーンに調和します。それでは本日の決勝も365社の応援をよろしくお願いします。10秒前。ありがとうございました。続いてガーナンバーにムータレーシングインキングの皆さんです。よろしくお願いします。のひのちゃんこと後藤優希です。りのぴこと神崎りのです。私たちは GT300 クラスに参戦するカーナンバーにムータレーシングインギングを応援しています。マシンは GR86GT でタイヤはブリヂストンです。ドライバーは堤優衣選手、平響選手、加藤弘樹選手の昨年同様の体制で今年こそシリーズチャンピオンを目指して戦っています。メインスポンサーであるムータジャパン株式会社はラグジュアリーグッズブランドとして誕生し、現在はムータマリン、ムータゴルフ、ムータフィッシングなど様々なシーンで使える機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムを提案するブランドを展開しています。これらに続くブランドとしてムータレーシングは誕生し、レースシーンにおけるかっこよさを追求していきます。10秒前。決勝の2号車の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続いてカーナンバー777 B ステーションレーシングの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。2024 D ステーションフレッシュエンジェルズです。私たちが応援するのは5年ぶりにスーパー GT に戻ってまいりました777号車 D ステーションレーシングを応援しています。元メジャーリーガー佐々木和弘総監督のもと、藤井智信選手、チャーリー・ファグ選手が走ります。チームの母体はネクサスグループの D ステーションです。 D ステーションはパチンコホール事業を主軸とし、お客様第一主義をモットーに関東近郊に68店舗展開中です。30秒前。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。そして私たちフレッシュエンジェルズはアイドル活動も復活しました。新曲のシャイニングウェイ、たくさん聴いてくださいね。またチームの公式 YouTube である D ステーションレーシングリローデッドも随時更新しておりますので、ぜひチェックしてください。それでは皆さん、私たちと共に777号車 D ステーションレーシングの応援をよろしくお願いします。せーの、 D フレー。ありがとうございました。続いてガーナンバー39 DGR チームサードの皆さんです。よろしくお願いします。4コベルコガールズです。コベルコグループは神戸に生まれた歴史ある企業グループで、素材系事業、機械系事業、電力事業を中心にものづくり力で社会を支え、多様な技術、製品、サービスを世の中に提供しております。皆さんこんにちは、ワコーズガールズです。ワコーズの製品はマシンの調子を良くし、環境へ貢献できる製品を作っています。サードイメージガールズです。私たちが応援するのはカーナンバー39 TGR チームサードです。チーム監督にはミスター GT 脇坂純一監督、ドライバーは今年も関口雄一選手と中山雄一選手のコンビです。それでは皆さん、私たちと一緒に39号車デンソーコベルコサード GR スープラに10秒前、熱い熱い応援をよろしくお願いします。せーの、ビビビー。明日にいいことコベルコと。ありがとうございました。続いてガーナンバー48ミルズレーシングの皆さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。デルタクイーンズのひとみんこと青山ひとみです。デルタクイーンズはドライバー応援隊として今年から新たに結成されたユニットとなっております。デルタモータースポーツドライバーの真田選手、伊藤選手にもぜひご注目ください。48号車ニルズレーシングを応援するフロンティアキューティーズのハニャこと倉町ハンナと鈴野こと鈴野やくもです。車両は15秒前脱毛系図フロンティア GO& ファンネコネコ GTR、 ドライバーは井田太陽選手、柴田優作選手です。48号車の応援をよろしくお願いいたします。今シーズンは VTuber のネコムギトロロさん、ナチョネコさんとコラボレーションで参戦しています。可愛いイラストのラッピングに注目です。10秒前それでは最後に皆さん手でハートマークを作ってください。せーの、フロンティアキューティーズ。ありがとうございました。続いてバーナンバー62エルブモータースポーツの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ヘルムロイヤルズです。私たちが応援するのは GT300 クラス62号車ヘルムモータースポーツです。マシンは日産 GTR、 ニスモ GT3、 ドライバーは平手光平選手、平木優也選手、平木玲二選手です。ヘルムモータースポーツは茨城県出身の平木優也選手と玲二選手の兄弟が2020年新たなチームを立ち上げ、モータースポーツをより身近に地域に目指したチームを目指しております。30秒前新しいレーシングチーム、今年は新たなチャレンジとして GT300 クラスに挑戦することとなりました。本日の GT300 クラスでは25番手スタートです。現在行われている FIA4 チャンピオンシップでは森山選手が9番手スタートで走行中です。それでは私たちの紹介をします。星野かなでです。須藤セリナです。現在マサチネネコは FIA4 に応援に行っています。私たちはドリームガールズ撮影会に参加しています。ぜひ遊びに。ありがとうございました。続いてカーナンバー20シェードレーシングの皆さんです。よろしくお願いします。こんにちは、私たちは GT300 クラス20号車のシェードレーシング GR86GT を応援するシェードガールズ2024の新藤真美と星野優と南千春と立花香蓮です。シェードレーシングはスーパー耐久シリーズ参戦7年目、2度のシリーズチャンピオンを獲得し、2022年から GT300 クラスに参戦することとなりました。マシンは GR86GT、 ドライバーは平中克之選手、清水英二郎選手です。昨日の予選はキャンセルとなり、公式練習の結果から20号車はポールポジションを獲得しました。イエーイ。私たちと一緒に、10秒前ポールトゥーウィンを目指し、20号車シェードレーシング JR86GT への熱い5000円、よろしくお願いします。ありがとうございました。続いてガーナンバー5チームマッハの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。チームマッハ、マッハ車検アンバサダーの天野千代です。私たちが応援するのはチームマッハ、ファンナンバー5番、ドライバーは藤波清人選手、塩津祐介選手です。皆さん顧客満足度日本一になったマッハ車検が贈る100万円プレゼントの申し込みはされましたか？レースの結果を予想して100万円のチャンスです。申し込みはイベントマニアで検索、締め切りは本日昼12時まで。エアバスターアンバサダーの江崎ロアとチャロです。日本オゾン協会認定のエアバスターは、自然界に存在するオゾンの力で除菌・脱臭する機器で、フィルター交換もなくお手入れ簡単。救急車や病院、ホテルや飲食店など様々な場所に設置されています。サーキット内にも設置されているので、皆さんも探してみてくださいね。10秒前それではチームマッハと私たちの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。
続いてカーナンバー65 K2R&D レオンレーシングの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。私たちレオンレーシングレディです。とうちゃんこと新谷とうこです。さわちょこと澤田美香です。のんちゃんこと柴崎のあです。のんちゃんこと鳴沢しおんです。レオンレーシングのマシーンはレオンレース、レオンピラミッド AMG となっております。ドライバーは蒲生直也選手、篠原拓郎選手のお二人です。今年のコスチュームも白黒モノトーンのレオンカラーです。夏こそもバリエーションがたくさんあるのでコスチュームにも注目して見てみてください。チームにとって2度目のシリーズチャンピオンを目指すレオンレーシングと私たちの応援をよろしくお願いします。続いてガーナンバー11ゲイナーの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございま す。私たちは GT300 クラスに参戦する11号車ゲイナータナックス Z を応援するゲイナージークのハルキャンこと松尾春菜とメイチこと丹内メイです。ドライバーは富田隆一郎選手、石川圭選手です。メインスポンサーはタナックス様です。11号車を応援するレーザープリンター無料レンタルサービス有限会社オフィスサポートのレースアンバサダー、オフィスサポートレディのしーちゃんこと立花しおんです。リーズナブルな国産トナーであなたのオフィスを応援します。同じく11号車を応援するゲイナージークアグニャンことサンポアグナです。メインスポンサーである株式会社タナックス様は次の100年も続く新しい体験、発見、驚きを提供する会社です。それでは皆さん、私たちと一緒に11号車のキレキレな応援をよろしくお願いします。せーの、せーの。ありがとうございました。続いてガーナンバー50アネスト岩田レーシングウィズアルナージュの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。ブルーリンクビクトリーキャッツのしおりんこと星澤しおりと、ノエルんことアイゼンノエルと、ラブイチこと桜川いちかです。ゆうかぽんこと森本ゆうかです。私たちは GT300 クラスアネスト岩田レーシング with アルナージュを応援するアンバサダーユニットです。アネスト岩田レーシング with アルナージュはノンセオリー夢ある無謀を合言葉に昨シーズンから参戦しています。30秒前。55車のドライバーは古谷優雅選手、イゴール大村ひなが選手、車両は RCF-GT 趣味です。フレッシュなドライバーとともにサーキットをかける55車の応援をよろしくお願いします。10秒前。ありがとうございました。続いてガーナンバー19 PGR チームウェッツスポーツバンドの皆さんです。よろしくお願いします。PGR チームウェッツスポーツバンドを応援するウェッツスポーツレーシングギャルズの桐島聖子です。南誠です。名取くるみです。浜島里奈です。私たちが応援する参戦マシーンは GT500 番ウェッツスポーツアドバン GR スープラです。ファーストドライバーは国本裕二選手、パートナードライバーは坂口瀬奈選手です。チーム監督は爆走バンド組2代目組長坂東正隆総監督です。正監督とドライバー2人で今回も優勝を目指して頑張ります。
そして私たちベッツスポーツバンドでは10月6日愛知県安城市のジェームス安城店にて楽しいゲストをお招きしてのトークショーを開催いたします。また10月13日には、山形県のコストコ上野山倉庫店のイベントコーナーにてイベントも開催いたします。ぜひご家族やお友達をお誘いの上遊びに来てください。待っております。それでは本日も19号車への応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続いてカーナンバー3ニスモ NDDP の皆さんです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。3号車にてらモチュール Z を応援します。2024アンバサダーズモチュールの村瀬はるかです。 2024NGK スパークプラグアンバサダーの葉月美優です。モチュールはフランスに本社を置くカーメンテナンスケミカルメーカーで、長年モータースポーツで培ってきたテクノロジーを駆使し世界各国に製品を届けています。ニテラ日本特殊陶業の主力製品の一つである NGK スパークプラグは世界ナンバーワンのシェアを持つエンジンに欠かせない添加部品で、燃焼効率と燃費向上を考慮した信頼性の高いスパークプラグをお届けしています。ドライバーは高星光則選手、三宅敦史選手です。本日の決勝も追い上げ頑張ります。それでは3号車ニテラモチュール Z の応援をよろしくお願いします。10秒前ありがとうございました。続いてカーナンバー23ニスモの皆さんです。よろしくお願いします。こんにちは。23号車モチュールオーテック Z を応援します。2024アンバサダーズモチュールのミッションさえです。2024オーテックレースアンバサダーの高岡美穂です。2024アクアテックアンバサダーの風間空です。モチュールのオイルはレースでも絶対的な信頼性があり、国内外の多くのモータースポーツで採用されています。オーテックは多くのユーザーに愛されるスポーティーで上質なカスタムカーや福祉車両の開発製造を行っています。30秒前。アクアテックはビッグボーン株式会社が製造する中水ベストのブランド名で、建築現場だけでなくモータースポーツでも使用されています。ドライバーは千代勝正選手とロニー・クインタレッリ選手です。皆さん私たちと一緒にニスモチームの応援をよろしくお願いします。10秒前。ありがとうございました。続いてカーナンバー96 K-TUNES レーシングの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。96号車 K-TUNES レーシングを応援するリンジーの長坂梨沙です。花野井美優です。川田あすみです。今年 K-TUNES レーシングはチーム発足11周年を迎え、新たなムーブメントを起こしたいという思いから、チームコンセプトはニューウェーブです。そしてマシンのデザインコンセプトはバサラです。バサラものの衣を身にまとい、今シーズン駆け抜けます。テキサス RCF GT3 をドライブするのは影山雅彦監督の指揮のもと、コンビ復活3年目を迎えた新田森生選手と高木慎選手の2名となります。バサラスタイルで息に華麗に一戦一戦しっかりと戦いますので、皆さんも熱い応援をよろしくお願いします。それでは最後にいつものいきます。せーの、ほんでもって岡山と呼べと坂。ありがとうございました。次が最後のチームです。ガーナンバー22 RQ's モータースポーツの皆さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。 RQ's トゥインクルのルナルナこと佐藤メルナです。あーちゃん
んこと松田彩香です。私たちはカーナンバー22 RQ's AMG GT3 を応援しています。ドライバーはスーパー GT 最年長コンビの和田久志選手、城内雅樹選手、加納雅樹選手に加えて小山美希選手が加わりました。メインスポンサーは茨城県内30秒前 SS を展開する常用シェル販売株式会社様です。真っ赤でかっこいい RQ's AMG GT3 の走りに期待していてくださいね。私たち RQ's トゥインクルとアッタースポーツのせーのよろしくお願いします。10秒前ありがとうございました。レースアンバサダーの皆さんありがとうございました。以上をもちましてチームスポンサーステージは終了となります。盛り上げてくれた皆さんもありがとうございました。進行はオフィシャルステージ MC のゆうきみがお送りしました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。